ややこしいところではございますが、はい、ちょっとさ、はい、紙かなんかないの？ありますよ。そんなことだろうと思いまして。じゃあ俺予約する人。はい、じゃあ私お店。楽しみだな。お店です。はい、店ね。店っていうか店の人？店の人です。はい。いらっしゃいませ。ボルボルおじちゃん、ファイナルファンタジー14の新しいやつ。新しいやつ。グレンのリベレーター。はいはいはい。予約しに来たよ。はい、じゃあ予約受け。コレクターズエディションを予約するよ。ありがとうございます。コレクターズエディションを予約していただけるんですね。大きいやつね。ありがとうございます。コレクターズエディションを予約するよ。じゃあ今日予約していただいたので、はい、吉田さんにはこの予約特典引き換えコードを差し上げよう。ほう。はい。こちらを家に持って帰ってください。これね。はい。モルボルのおじちゃんが発行してくれた予約特典引き換えコードを手に入れたよ。はい、まずはここまでですね、うん、そして家に帰っていただいて帰ってきたよ、はい、今度私ちょっと役変わります。予約特典引き換えコード登録サイトです。ちょっと待って全然意味が分かんない。サイトってあ、私ウェブサイトです。ウェブサイトなの今。ああ、サイトです。この文字を、はいはい、ウェブサイトで入力する。入力していただきますね。口開けて。入力ね。入力した、はい。入力したよ。そうしますと、はい、質問されます。うん。どのプラットフォームで遊ぶんですか。あ、僕は、会社では、はい、Windows 版で遊んでるので、まずは Windows 版。はい。Windows 版選ぶと、じゃあレジストレーションコードを差し上げましょう。ということでこちらが発行されます。はい、でこれを、うんうん、どうしました。いや僕、はい、家に帰ったらプレイステーション4でも遊んでるから、実はもう一枚、なるほど、もう一枚実はもう一枚持ってるんだよこれ、はい、PS4 版のやつなんで、こっちも口開けて。はい、ポーケ取ったら、じゃあ今度は、はい、プロダクトコードを差し上げます。はいはい。プレイステーション4の場合は、はい、プロダクトコードをその登録サイトから、はい、サイトからもらえる、表示されるからもらうと。はい。で、まずプレイステーション4版の場合は、はい、PS ストアに、はい、行って、プレイステーションストアに行ってこのプロダクトコードを、はい、入力します。はい。そうするとおめでとうございます。お。これでもう、あとは、の権利がつきました。アーリーアクセスを待てばいいのかな、はい、おっと、そうだった。 PC 版もちゃんと入力しておかなければならない。そうですね、忘れずにやりましょう。次の役はモグステーション、モグステーション、モグステーだな。ステーションです。モグステに行って、はい、こちらをこれを入力するぞ、はい、そうするとこれもこれでおしまいです。やった、予約特典がつきました。はい、これで Windows 版であろうが、PS4 版であろうが、どっちからでもアーリーアクセスもできるし、予約特典のミニオンレッドメイジと、アラミガンイヤリングがそうです、ね、もらえるぞ。もらえます。よし、あとはもうじゃあ会社に来ないから。6月16日を待つばかり、うん、6月16日までしばらくお休みするっていうことです。はい、はい、皆さんどうでしたか。分かったのか、分かったのか、むしろお前らやりすぎて内容入ってこないのか。話入ってこなかった。なるほど。おかしいな。おかしいな。迫真の演技だったんだけどな。はい、ちょっと辛かったのが、はい、なんだろう、こう、W とかもなく、コント不要だったっていう。冷静な感想を。冷静なコメントは流れて、いたたまれなかった。はい。うん、いくつかめげませんよ。いくつか注意点がございますので、はい、ご覧いただきましょう。そうか、頑張ったんだけどな。なんだろうね、こう2017年明け早々にして、はい、今年最高のコントをやったんだけど、空振りに終わったのが悔やまれるよね。そうですね、うん、コントっていうかね、本当ね、分かりやすく楽しく説明するためにやってみたんだけどね。寸劇空振りっていう、いや、そ
そう面白かったよって言われるのがね本意じゃないんですよね。そうそうじゃない。分かりやすかったよ。